元井です。書評です。海賊と呼ばれた男、百田直樹さんの本です。この本は、上巻と下巻からなってますけども、私が持っているのは下巻の方です。私は、こういう、小説の新刊出たばかりの本はなかなか読まないんですけども、何かの書評で評判がとても良かったので、図書館から借りて読みました。図書館でまず上巻を借りて読んでる最中にですね、なんとか大屋大賞、なんとか本屋大賞かなというのを受賞して、騒がれたので、とても人気が出たせいか、下巻を手に入れるためにはちょっと1ヶ月も時間がかかってしまった、そういう本です。人気が出たためにウェイティングリストが出て、私も慌てて申し込んだんですけれども、上巻を読み終えてから下巻を手にするまで1ヶ月もかかってしまいました。ですね、あらすじとしてはですね、戦前戦後を活躍した石油商の出光興産をモデルとした、お話だそうで、実在の人物である出光なんとかさんっていう、もう亡くなった方なんですけど、出光興産の創設者創立者の、モデル、そのモデルとしたその電気的小説のようですね。どういうことが書いてあるかというと、戦前戦後を一貫して日本のために働いたその、国岡商店っていうふうに、ね、この小説の中では名前ついてるんですけども、その国岡商店の、国岡鉄道という主人公がですね、戦前も 戦中も戦後も日本のために働いているんだけれども、内外の、敵とか障害物に、大変苦労 しなければならないという、そういうお話です。それでもですね、その全体的な困難の内容に艱難辛苦と言えるほどのその困難に立ち向かっている様がとても痛快でですね、それから作者の日本に対する励ましのエールのようなそういうメッセージも込められているので、読後感がとても爽やかで、とてもいい出来であるというふうに、思いました。読みどころとは、読みどころとしては、実際にこの、国岡商店が、石油メジャー、戦後石油メジャーと戦って、石油を買い付けたりする、その一環としてイランに石油を買いに行くんですね。タンカーを運んで、当時イランの石油っていうのは、イギリスと所有権の問題が争われていたそうで、それをイランの石油として買いに行くという、そこでの石油メジャーのその反感を買って、さてどうなるのかというところなんですけれども、それよりもですね、その石油メジャーがどういうふうに日本の国内の会社を乗っ取って、あるいはその官僚を懐柔して、日本のために働くその国岡商店に覆いかぶさっているのかといったところの方が私は見どころに思いました。それは小説の中のお話ではなくて実際にそうだったろうし、今もそういうふうに多くの外国企業に乗っ取られた日本のことをあまり考えない企業対日本のことを一生懸命やろうとする小さな反対勢力、反抗勢力というような構図がどこかであるのかもしれないというふうに思わされました。著者のメッセージとしてはですね、企業や官僚が腐敗しても日本は必ず立ち上がるという、そういうメッセージがあるように思いました。これはきっと311以降の日本の復興の機運に拍車をかけたい、日本人にエールを送りたいといった百田直樹さんの気持ちがこの小説に込められたというふうに私は考え、そういうふうに受け取りました。私もこの小説を読んで日本人も捨てたもんじゃないなっていうふうに思いましたし、自分も何か一生懸命命をかけてやっていきたいなというふうに元気をもらいました。星は5つといたします。以上です。